スタンフォード大学校内にある SLAC の入り口 SLAC 国立加速器研究所は1962年にスタンフォード大学によりカリフォルニア州メンローパークに設立された国立研究所。電子の線形加速器によって高エネルギー物理学の実験を行っている。アメリカ合衆国エネルギー省が所有し、同省との契約の下、スタンフォード大学が運営する。 五個形式の国立研究所である。最近では円形加速器によってシンクロトロン放射の実験研究を行う部門もある。スタンフォード線形加速器センターとして設立されたが2008年に現在の名称に変更された。素粒子物理学の分野の人たちは SLAC をスラックと発音している。1962年。 スタンフォード線形加速器センターとして設立され、スタンフォード大学が大学のメインキャンパスの西、メンローパークのサンドヒルロードに所有する172ヘクタールの土地に位置する。メイン加速器の長さ3.2キラマターズは世界最長で1966年から稼働し続けている。SLAC での研究から以下の3つのノーベル物理学賞が生まれている。 SLAC の会議施設は、ホームブリューコンピュータクラブや、その他の1970年代及び1980年代、初頭のホームコンピュータ革命の先駆者の会合場所としても使われた。この研究所は1984年に、アスミ歴史的工学史跡及び IEE マイルストーンに指定された。SLAC は、ヨーロッパ以外で初めて、 ワールドワイドウェブサーバーを開発し、1991年12月にホスティングを開始した。1990年代初頭から中期、スタンフォードリニアコライダーはスタンフォード大型検出機を用いて、Z ボソンの性質を研究した。2005年時点で SLAC の従業員は150人程度の博士号を持つ物理学者を含め1000人を超え、 年間3000人以上の客員研究員が勤務し、高エネルギー物理学のための粒子加速器及び2006年に、スタンフォード大学教授のロジャー・コーンバーグへ授与された、ノーベル科学賞につながる研究で、不可欠であった放射光の研究のための、スタンフォードシンクロトロン放射光施設を創業している。2008年10月、アメリカ合衆国エネルギー以上は、センターの名称が、 SLAC 国立研究所に変わることを告知した。研究所の新しい目標をよりよく表すことと研究所の名前の商標を登録できるようにすることなどが理由として挙げられた。スタンフォード大学は、スタンフォード線形加速器センターを商標登録するというエネルギー賞の提案に法的に反対していた。2009年3月、SLAC 国立研究所が アメリカ復興、斎藤司法の資金で、エネルギー省科学部によって支出される6,830万ドルを受け取ることが告知された。2016年10月、ビッツワッツが SLAC とスタンフォード大学のコラボレーションとして、より良い、よりグリーンな電気グリッドを設計するために指導した。SLAC は後に、国有の中国の電力会社である。 業界パートナーに関する懸念を撤回した。SLAC の 3km のビームライン加速機上にあるクライストロンギャラリー SLAC ビームラインの一部メイン加速機は電子と非電子を50ジェブまで加速する r f 線形加速機だった。長さ 3.2km のこの加速機は2017年にヨーロピアンザファルができるまでは世界一長い線形加速機で、そして 世界で最もまっすぐなものと言われていた。メイン加速機は地下9メートルに埋められており、週間高速道路2 8 5号線の元を通過する。ビームラインの上の地上クライストロンギャラリーは、米国で最も長い建物であり、上空から容易に見つけることができるため、有志海ウェイポイントとして航空図に示されている。元線形加速機の一部は、現在は、 リニアックコヒーレント光源の一部である。SLC ピットと検出器スタンフォードリニアコライダーは SLAC で電子と非電子を衝突させる線形加速器だった。重心エネルギーはこの加速器が研究対象とする Z ボソンの質量に等しい約90ジェブである。大学院生のバレット D ミリケンが1989年4月12日に 前日のマーク2検出機からのコンピュータデータを読み取っている時に最初の Z ボソン事象を発見した。大部分のデータは1991年にオンラインになった SLAC 大型検出機によって収集された。1989年に始動したセルンの大型電子用電子衝突型加速機には大きく見劣りするものの SLC で高度に分局された電子ビームは Z ボソン。 ビークオークカップリングのパリティの破れのようなユニークな測定を可能にする。現在、ビームは最終フォーカスへと導く機器の南北のエンコに入社しておらず、したがってこのセクションはビーム切り解所からペップにセクションへビームを送るのに使われていない。SLD の内部 SLACO 型検出機はスタンフォードリニアコライダーの主要検出機であった。 主として加速器の電子用電子衝突によって生み出された Z ボソンを検出するように設計されていた。SLD は1992年から1998年まで稼働した。非電子電子プロジェクトは1980年に創業を開始し、重心エネルギーは2 9 j ェブまでだった。PEP はその頂点に5つの大型粒子検出器と6番目の 小型検出機が稼働していた。約300人の研究者が PEP を利用した。PEP は1990年に創業を停止し、PEP2 は1994年に建設を開始した。1999年から2008年まで、線形加速機の主目的は、電子と非電子を、円周 2.2km のストレージリングのペアから、なる電子を電子コライダーである PEP2 加速機に、 入社することだった。PEP2 は CP 対称性を研究する、いわゆる B ファクトリー実験の一つであるボバー実験のホストであった。スタンフォードシンクロトロン放射光施設は SLAC キャンパスに位置するシンクロトロン放射光ユーザー施設である。もともとは素粒子物理学のために建てられ、J、不再中間子が発見された実験で使われた。 溜められた電子ビームによって放出される大強度のシンクロトロン放射光が分子構造を研究するのに有用であることから、現在はもっぱら材料科学と生物学の実験に利用されている。1990年代初頭メインの線形加速器から独立して稼働できるように、このストレージリングのための独立した電子インジェクターが作られた。 フェルミガンマ線宇宙望遠鏡 SLAC は2008年8月に打ち上げられたフェルミガンマ線宇宙望遠鏡のミッションと運用において主要な役割を果たした。このミッションの主要な科学的目標は以下の通りである。かぶり財団のかぶり素粒子宇宙論研究所はスタンフォードのメインキャンパスに加えて一部が SLAC 内に立地している。スタンフォードパルス研究所は SLAC の中央研究所に位置するスタンフォード独立研究所である。パルスはスタンフォードによって2005年にスタンフォード施設と SLAC の科学者の LCLS における超高速 X 線の研究開発を支援するために作られた。パルスの研究出版物はここから見ることができる。リニアックコヒーレント光源は SLAC に位置する自由電子レーザー施設である。 LCLS は部分的には元 SLAC 線形加速器の工法1、3を再構成したもので多くの分野での研究のために非常に強力な X 線放射を提供することができる。2009年4月に最初のレーザー発信を達成したスタンフォード線形加速器センターの航空写真右に検出器複合施設このレーザーは 従来のシンクロトロン光源の高 X 線の109倍の明るさを持つ世界で最も強力な X 線源である。LCLS は様々な新しい実験を可能にし、既存の実験手法を改善した。X 線はしばしば原子レベルのものの、スナップショットをサンプルが消える前に撮るために使われる。このレーザーの波長は0.13から6.2ナノメートルの範囲であり、 原子の大きさに近いため、それまでには達成不可能だった非常に詳細な情報が得られる。さらにこのレーザーは、フェムトビオをすなわち1000兆分の1秒のシャッタースピードで画像を撮ることができるが、これはビーム強度がしばしばフェムトビオのタイムスケールでサンプルを破裂させるのに十分なものであるため必要である。LCLS-2 プロジェクトは2つの新たな X 線。 レーザービームを加えることによって LCLS を大幅にアップグレードするものである。新しいシステムでは500メートルの既存のトンネルを利用して4ジェブの新しい超電動加速器と LCLS の利用可能なエネルギー範囲を拡大する2つの新しいアンジュレーターセットを追加する。この新たな設備を用いた発見によって新薬、次世代コンピュータ、新素材などにおける 進展の可能性がある。2012年、元 SLAC リンクの先頭から3分の2が、新しいユーザー施設であるアドバンスとアクセラレータエクスペリメンタルテストとして再稼働した。この施設は2 0 j ェブ3 n c の短いバンチ調で小さなスポットサイズというビーム、駆動プラズマ加速研究に理想的な電子ビームを供給することができた。 SLAC リンクの先頭から3分の1を占める LC-LS2 を建設するために、この施設は2016年に創業を停止した。ビーム駆動プラズマ加速研究のためにファセットを2019年に再建するファセット2プロジェクトでは、リンクの中央3分の1に電子及び非電子ビーム設備を再構築する予定である。ネクストリニアカライダー テストアクセラレータは高度なビーム操作及び加速技術の実験に使用される60から120、メ e の高気度電子ビーム線形加速器である。SLAC のエンドステーション B に位置する。関連する研究出版物のリストはここで見ることができる。ありがとうございます。